西日本旅客鉄道は公線の駅である。駅番号は JRN13 東岡山駅管理の無人駅。当初は片上地区に拠点となる駅を設けようとしたが、片上地区は平地が狭いために対比設備等を持つ駅が建設できず、やむなく東側に離れた場所に設置された。このような経緯から片上地区の中心地に近い場所に、 西片上駅が設置されている。朝晩には東駅折り返しの岡山方面への列車が設定されている。2000年3月10日までは、神戸、大阪方面に直通する快速も設定されていた。校内短式一面、島式一面の複合型2面3線のホームを持ち、列車交換や折り返しが可能な地上駅。ホームはかさ上げされていない。 単式の一番乗り場側に駅舎があり、駅舎の横に乗務員宿泊所が二棟ある。島式の2.3番乗り場へは、古戦橋でつながっている。かつて貨物を取り扱っていた名残で、校内は、比較的、広く、現在も2本の留置線があるが、当駅で2本設定されている夜間大白は、留置線を使用せずに1.3番乗り場を、使用している。 簡易委託駅時代は窓口で車内補充券発行機による発券業務が行われていたが2019年4月の簡易委託解除により発券業務は行わなくなり駅前の月決め駐車場の受付のみ取り扱っていたその後2021年8月の駅舎リニューアル工事完了時に窓口は撤去され跡地には男女別のトイレが設置された 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅前にロータリーがあるほか、住宅地や飲食店、商店等もある。駅前に備前市営バス備前型紙駅停留所がある。駅の旧事務室部分がバスの管理事務所となっている。ありがとうございます。